はい、皆さんこんにちは、下野正樹です。この蒸し暑い中、皆さんはどんな釣りを楽しんでおられますか。はい、今回はね、JB のワールド戦第2戦、北浦の模様を、お伝えしたいと思うんですけども、JB の試合もね、会場がね、北浦から、霞ヶ浦に変わって、本当に僕にとってはね、久しぶりの北浦での釣りになるんですけども、関東方面の人にね、話を聞いてると、下さん、北浦もこの頃はね、あんなイージーに昔のようには釣れませんよっていうのをね、よく聞かされるんですけども、その釣れにくくなったって言われてる北浦で、私が久しぶりに自分のノーマルな釣りがね、通じるかどうかっていうところなんですけども、まずはプラクティスの模様からご覧になってください。はい、今ね7時45分今から、プラクティスに出かけるんですけども、今回はね、もう本当にプリプラ予定してた日に仕事が入ってしまってね、来れなかったんで、本当に久しぶりの北浦になります。ただね、朝一番から、すごいね、助っ人がやってきてくれて、僕がいつも使ってるね、須山ワームの須山さんがね、またワームの差し入れとラバージグの差し入れと、でそれとね、今度はスポットの差し入れ、ここがいいよ、ここがいいよ言うてね、わざわざ地図に全部書いてくれはってね、でそれから北浦で、ガイドをやってるね、深川さんからもね、またスポットの手紙いただいて、だからみんなでね、応援してくれてはるんで、とりあえずは今回、その地図に頼りながら、僕の好きなね、ちょっとブレイク絡みで物を売っていく、そういう場所を探していきたいなって思ってます。やっぱり小田とかはね、もうやっぱり僕にはちょっと無理なとこがあるんで、今回は小田は捨てて、ブレイクに絡んでる何か物、それを狙っていきたい、最初うまいことを探せたらいいなって思ってます。どこ釣れんの？いっぱい？どこでも釣れんの？どこでも釣れんの？800ぐらいですね。ああ。ずっと釣ってた？ずっと釣ってました。キロアップ1本も出てない。ああ。もう20本ぐらい釣ってる。ああ、ほんまに。何にも出ない。すごい。釣り方は簡単？簡単。今出てきて。あ、そうなの？うん。今回ね、ああいう食い回りもあれやけど、できたらこういう感じでね、ブレークラインずーっとラバージグとかで流しながらね、それで釣れたらすごいラッキーやなぁ思うよね。みんなが釣れてるって言うて、 800g 前後のやつはよう釣れてるって言うてるからね。だからそうじゃなくって、1キロぐらいのやつがね、こういう離れた場所でダラダラ流してんのに釣れたら嬉しいねんけどな。3メーターから4メーター、だいたい今37にボートを置いて、さあ、何もなしの34のラインは当たりなかったな。まだゼロですわ、ゼロ。早い時間から出たん。結構早い時間から出ました。5時には起きてんけどな、ルアー投げたんが9時やった。わかんねえ、ずっとノーカンじゃねえ。
大変大変、このものを見るのはしんどい、ほんで時間がかかる、ものを見てる間に時間があっという間に済んでしまう。おじさんには大変なんかやりづらい、あれね。よいしょ、一回杭を普通に打っていこう。一回杭を普通に打ってどうなんか。昔僕がやってたんが違うのやかねんけどな、ここに書いてくれたあるやつのところで石ことこというのがあらへんがな。よいしょ、こっち側のとこなのかな。でかいギルや、ええやつかな。当たりがあった、当たりが。押さえて持っていかはったけど、さあコーンって入るような当たりちゃうな、なんかグーって押さえるだけの。4時間しかでけへんやんけ。ちょっとフリーダムのみんなには悪いけど、この地図を封印しよう。あかん、やっぱりこの手の釣りは向いてへん。書いてもうたとこで魚を探すのは俺には向いてへん。全然ひらめいてけ。よいしょ、封印。ああ、やっぱしや。おお、やっぱや。ここが釣れへんとかそんなんちゃうんや。ほら、でかい。切るや。ああ、結局ね、昔の釣りやんけ。結局、昔の釣りやんけ。1キロちょっと離れちゃうかな、アフターで。やっぱしね、やっぱし昔の釣りですわ。ほら1キロアフターやけどガリガリや。これで何もないとこで今ぐらいのが釣れたら、ほんなら正解やねんけどな。何にもないこの2メーターのブレークで、さけどほんまに偉いわね。自分が思ってるエリアいうのは朝から同じようなことしてても全然違うもんな、気合いの入れ方が。なんか手が動くもんな、あんなわけのわからんあたりに。あーでもコント当たらへんだけに立ち悪いな。食い上げとる、完全に食い上げてあるさけに。合わすんが合わせにくいぞ。よし、ほら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 、でかいわ。ほらほらほら、でかいわ。全部キロじゃ。ほら。全部アフター。あ、1220。みんなのやつを無視した途端に1220。よいしょ、見っけた。終わり。よそ行こう。やっぱり自分の釣りせなあかんやわ。はい、どうです、プラクティスでね、ほんといいサイズの魚を見つけたんですよね。この見つけた場所もね、ほんともう何年も前にね、僕が JB の
普通のトーナメントの最中にね見つけてるパターンなんですよね。こうアフターのバスがこう岸から初めてのブレイク沿いをこう動きながらね、何か杭なんかがあったらついていくと、その着くまでの魚をブレイク沿いにずっとラバージュで釣っていくという、こう何やもう昔と一緒やんけっていう感じでね、こうプラクティスを終わったんですけども、さてそのプラクティスの結果がどういうことにつながったかっていうのをね、まず本戦こう連続して3日間見てください。始まった。ワールドの第2戦、牛久からね北浦に変わって、昨日プラした時点でね、本当に、ちょっと釣り方、自分の釣り方で魚は釣れたんですけどね、どうもそれではキーパーが揃いそうにないんで、とりあえずまずキーパーを釣ることから、それからまあほんでここのエリアに来たらね、ここで釣りすんのもアイソの一つやから、とりあえずこの風の強さやからね、昨日の僕の釣りをしに行ってもちょっと釣りづらいかなっていうのがあるから、まずは風が収まるか収まらへんかね。これで風が収まりきらへんかったらもう勝負いくしかないけど。初日風が強い。前日のプラで見つけ出したポイントがこの風では釣りにならないのではないか、そう感じ取った下野は作戦を急遽変更。かつての記憶を頼りに外名坂浦から日立利根川、鳥栖大橋方面を狙うことにした。だが今回ノーマークの外名坂浦方面、下野は他のトーナメンターを意識し、この12強あたりで各選手がポイントに散らばっていくのを待つのである。当たりましたよ今のは。食い上げよった。なんで乗らへんねんあれが、なんであれが乗らへんねや。あ、思ったより当たりがなかった。一回当たっただけや。さあ釣ってしもたらあかんさけ、わざと入らへんかったエリアやから、プラで釣ったらあかん思ってわざと入らへんかってんし、1キロぐらいのが3本来い。これはちっちゃすぎる。よいしょ、来たー。もうダメな、今まであそこは1キロしか釣れへんのに500グラムぐらいやんけ。それも死に読んでエラが3本ほど切れた。エラひあれ何や、やっぱエラーか。エラーが3本ほど切れてもらえんか。あー熟成。はあ1キロのはずやったのにな。まあええか、とりあえず1匹目が8時50分。すごい吹いてきたな。
了解。でもでかない。でもでかない。あかん、800ぐらい。800ぐらいや。へーへー、まだドキドキしてるよ。ドキドキしてるよ。須山さん、須山さんは。まあ、それ今日あの800ぐらいで揃ったら御の字やけどな。この風の中でみんな何してんやろ。風のあるとこなんか嫌いや。まだ物だけ取ってて。さあ今のとかかかってきたら、あ、しまった一瞬下田当たりよる。今のとかかかってきたらあれやな、一瞬ねと持ってきたんやったら忘れたやん。すごい反省するね。なんでねと持ってけへんかってやろうと。お、当たってる。ギルかなこれ。ギルや、これはギルや。ワームずらしはギルや。そやけどさっきの800ぐらいのやつもギルと同じような当たりしょってんけどな。お、これ魚やんけ。魚やんか。バスやんけ。キーパースケール持ってけへんかったけど、これ30センチあるかな。30センチ、あ、あるある。あ、これもちっちゃい。うん、もうあと2つやで。今の何回な思った。下は船の下までこうやって持って遊んどって。またギルやギルや思って掘ってたら、ギルやギルや思って掘ってたらめちゃめちゃ楽やね。人もいい品し。あれが全部1キロぐらいやったら御の字じゃないな。あ、キツ合わせたら抜けるギルかな。キツ合わせたら抜けるのはギルかな。もっと食わした方がええのかな。もっと食わした方がええのかな。よし。お、これはでかかった。さっきのあのちっちゃいあたりもこいつなんかな。よし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 、上がってこい。よっしゃ。ああ、どっか行ける。どっか行ったかんの。お前はキロあるやろ。お前はキロあるやろ。ないか。うわ、血だらけ血だらけ。エラが傷ついてもだ。血だらけ。キロあるやつが、キロあるやつが血だらけになっとる。やった、柳英二みたいな世界やんけ。柳の世界やんけ。こんな打っていってんの。さあ5つ目がなかなかけえへんね。言うてもタレ君。完全飲み込んである。ああ、
10時の時点で結局3500600かな、リミットソロで。だからキロ近いのが2つで、あとが豆やからあと3つ、残りだから4時間かな、移動入れたら4時間で3つ。うるさいな、行くとこ行くとこボラばっか、あんまり。よし、来た。よっしゃ、ほら、ほーら、ひっひっひ。1100、キッキッキー、正解正解。1100、こっちでか。1100で、1100でどれをふかしたいねん。ピンク、はい、どうぞ。でかいやつ、1100が4キロはいったな、今度な。4キロはいきました。5キロ行こうぜ、コウ君頑張って。ほんでまだ昨日のパターンをしてないっていうのかな。明日風なくなったでしょうな。今日は風があるだけにここら辺でうだうだしてて、こういう感じだね。キロフィッシュを探しに行こうか。よし、来た来た来た。よし、ええ感じや、ええ感じや、でかい。よいしょ、じゃあ飲み込んでもらった。飲み込んでもらったけど、まだ針つけてつけといた方がマシだったかな。ちょっとよう釣れるときこれこういう失敗するしな俺。よし、今がちょうど12時、だから移動時間入れてあと2時間。ほんでかわいそうなのが、うまいこと言ったら5キロ近く行くかなとか言うてたやつが1匹死んだ。960がフック抜くのをね、無理やり抜いてしまったおかげに。よし、こーら来たよ。あ、軽いわ。でもよかった、帰ってきた。これは軽いけど、また振り出しに戻りや。振り出しに戻りや、死んだ魚よりかええやろ。30センチあるかな。これがこういって、これがこう、もっと戻りやった。200ほどしかない。リミットの5匹は揃った。だがこれでは勝てない。下野は勝負に出た。大山だ。風が不安ながらもプラで見つけ出した自信のポイントへ向かうのである。よし、また。よし、でかい。逃がまへんぞ。よし、思い切り一気に抜いてしまう。どこまで行っとる、どこまで行っとる、どこまで行っとる。おー、ダメだー。ほら、おー、ダメだ。おー、抜けてきましたよ。抜けてきましたすごい。なんかいろんなことしてね。この頃最近のトーナメントではしてんやなことばっかりしてんね。めちゃめちゃ美しいね。美しすぎるやんけ。
君は君だ。君がいらないのだ。これあれまた星なんだじゃけ。またここで死んどったとか言って。やっと雲やね、ラバジ雲。あと一匹入れ替えたら5キロ行くぞ。900とかね、1キロとかで入れ替えはし、そんな贅沢なこと言わへん、互いに。あれ魚なんかな、これ。あ、魚や。魚なんかな、魚やん。ジグスミナー落としてるとき食いよった。よし、あれ、おお、いった。ちょっと上がった。おお、ラッキー。ジグスミナー落としてた、食いよった。ちょっと大きなんだかな。どのようになってんや、ゴー君。え、910点なったぞ、おい。あげえ。ああ、お前は910点なったわ、おい。こう、何するもんな、912になったら、おい。これぐらいにしといたのか、今日は。今のジュースなそこまでつけようずーっとやってたら糸どん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 走っていくねん。あの全然巻かんとあれもんな。オレンジが910。渡辺プロ OK です。続いてさっきプロが近所の方に参りました。出ました。今日初めての5秒台です。菊本プロ5匹、5955。よっしゃマイナス2ですね。マイナス2。もう一度お願いできますか。下野プロの10秒です。5本揃えてます。5145。よっしゃこれやった。マイナス20ついてますから、5125です。平沢プロです。3870g です。天国から地獄行ってたけどな、あれ。はい、おはようございます。今日がね、ワールドの、2戦目、2日目です。昨日はね、僕は天国、地獄、天国、本当あの早いうちに自分のパターンで魚が釣れて、でもデッドが出て慌てて、ほんでまた釣れてっていう感じでね、すごいあの喜怒哀楽激しかったんですけど、なんと運よくね、順位も、シングル5位につけてて、こう何十年ぶりかにね狙える位置に来たんで、今日は本当に頑張りたい。結構気合は入ってんだけどね、なんかこういつもよりおとなしいなってしまう。まあとりあえず、朝のうち自分の釣りをして、でそれで状況を見ながら明日のための釣りのチェックができる、ね、そういう時間が持てたらいいなと思います。とりあえず頑張ります。勝ちたいですな。
ここで1200ぐらいのが開いへんかな。昨日はあかんかったけど。みんなが行き過ぎるのを待って気分転換してる時に釣れた魚やから嬉しいね。おんのな、今のが1200とかやったらな、もっとええのにな。それは贅沢。とりあえず5本持ってたら、5本を持ってたら、人がいてても当たるとこ当たるな。今のでも組んであれでもう一回置きに行ったよかったな。また即合わせしたらあかん言うてんのに即合わせしてしもうた。さあ8時半、8時20分今から4つ、でけたらキロを5つ。よし、でかい、いけ、よっしゃ、きれい。850、あと3匹でいないけ。さか800台が入ってたらもうええよな。それにキロが混じったらな、早く下げに。昨日は出来すぎやねんから、今日は4000台の後半を狙わんと。ああ、これ岸釣りの人がやはんな。明日ももっとなんやろな。岸の人があれやな、上田入ったはずさげにちょっとやな。明日はもうあかんかもしれんな、ここな。今のかかったままや魚。うー、出てこい、出てけへんかな。あー、暴れとる。下で煙、ほら魚が暴れたやつ、下で魚が暴れた。マジ、あー、ほら、もわーって出た。さごい、あと2つ、まだ4時間。4時間で1200、1200が来たらいいね。4時間で1200、1200が来い。
さあ何時ぐらいから焦り出せろな。まだ3匹やんけってめちゃめちゃのんびり構えてるけど、10時半、まだ3匹やんけとか言ってのんびり構えて仕掛け作ってるけど、私は何時から焦り出すでしょうか。ペラが飛んどる。エレキのペラが飛んどる。足元。復活。どう？あかん。もうぐちゃぐちゃ。今見に行ったけどあかんかって、ほんでもう戻ろう思って。ああ、出といて、あと2発出てこい。ちょっと余裕がなくなってき始めたね。あかんな、朝のあのに2つ失敗したんです。あれかな、もうまだあと2つはいけそうな気はするけどな。どっかで上がってこい。さあ、また風長行こう。風長行くぞ。ついたる。暴れない。あ、線1キロよし、ピンクが1キロよし、あと1匹ピンクが1キロよし、またまた、よし、でかい。850、ノーマークが850。あー、4キロ4300、昨日の平均や。こいつを変えながらな。よし、はあ、こいつや。頑張れ。ほら、もうここで切れかかった。ようこれで抜いたね。もう気合しかないね。これをあとうまいこと1キロ1キロ変わっていったらいいねんな。頑張ろう。あと 600g や。あと 600g 増やさなあかんねん。1時間、こっからやったら30分で帰れるはずや。ちょっと風が止んできたかな。風止むんが早いな。これで最後バタバタって食うやつが出るかもしれんな。1キロ、これが1キロになったんだ。あ、
まだ来い。あ、ちゃうか、ちっちゃいか。760、嘘ばっかり。あ、どっちもどっち持ってきてへんさかいに。もうええわ、どっちもどっち持ってきてへん。死んだ、水に使ってこれ。今日あれな、分解してドライヤーで乾かさなあかんな。よし、1番、小島が2番、関和が3番、今江4番、藤木5番、下野さん6番、シクさん7番、はいよ。はい、もうみんなね、スタートしてしまってね、なんと今日僕スタートはね、50番目、一番ラスト。でももう本当ね、昨日も一昨日もすごいラッキーやったからね、結果的に今6位なんですよ。ただ5位の人とはね、点数で8点空いてるんですが、今日もしね、僕が5200、300取ると、お立ちは確実だから、とりあえず5キロを狙っていきます。うまいこと言ったらいいねんけどね。3日間で初めてここで釣れたのにな。仕事800ぐらい、800ぐらいのやつをバラしもた。あんな当たりか。うわ、山盛りはんな。ちゅうことは今の1匹がここの1匹かな。あ、待て、くー、当たったんやけどね。よっしょー、ゴーゴー、あの一匹が失敗でした。取れた？一本？いや、あかん、朝、健三さん入ってたもん。二日間とも、このエリアだけ。あれを使わなあかんようになってきたかな、爪を。ふう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 、お、
常で食っとるやん。ちっちゃいのかな。よいしょ。あ、まあ動かへんわ、やっぱしこいつが動きはない。まったく黄色1メーターそこそこのとこであんだけ浮いてんのかな。よいしょ、今のは広めやったね。あと4つ。950。北浦入れ食いなってた。腹立つな、ほんまに。今日は風もっと吹く思ってここで我慢してんのに。抜け込んだ。ミスった、ミスってもだ。ええー、感じやったのにな。ゆっくり持っていけたのに。だけどこれ朝一先入って釣れへんかったとこやもんな。やっぱり順番に入ってきょんねや。何回か入り直してたら。今のはキロフィッシュですよ絶対。あの入り方は。よいしょ。さあ来い。あと1時間、あと1時間で3匹も釣らなあかんけ。ラスト1時間、リミットメイクに苦しむ下野。そこで選んだエリアが爪木方面。なんとかバスをキャッチしなければ。焦る。一匹や、一匹。一匹しかおらへん。あと50分、じゃあ40分、40分で3本。あと2本、あと2本。とりあえずはキーパーや。もう大きいちさ言うてられとりあえずあと2本。藤木どうや。え、4キロ
あと30分、あと30分で1匹、あと30分で1匹言うてたらもうあの逃がしたやつがほんまにもったいないな。ああ、バレた。かあ、かあ、当たった。あと30分で1匹言うて、逃がしもたんけ、ジャンプで。あった、うっせーろ。今のでかかったよな。30分で1匹言うたら逃がしもたやんけ。釣れたのに。どんくさ、どんくさすぎる。あと30分で1匹言うてたのに。あかん、今度3つもバラした。15分までいたら、あと25分、あと25分で1匹、あと25分で1匹。あ、でかい。入れ替えていける？ちっちゃい。ウジキちっちゃうでも何でもや、一匹欲しいわ。お魚、魚。ありがとう、そろそろ。いやいや、4キロ切るわ。600グリーンが600。そのプレッシャーを跳ねのけ、見事結果を叩き出した。リミットメイクだ。しかし勝利の女神は気まぐれなのか、ウェイトが足りない。トッププロたちの戦いは実力と戦略、そして勝負運が必要なのだ。世界の名前の力を揃えて、今日もなんと 5205g です。5キロにはちょっとあれがですね、4840g です。重量の方が4485g です。ゼッケン24番、小島プロ、昨日2位の折り返しでいいじゃないですか。今日も5匹の重量 4880g です。お疲れ様でした。ほら、この元気のない魚、魚の音ついたよ。魚も元気だし、塩のプロも若干元気ないですかね。5本、1キロ足りましたね。塩のプロ3935g です。お疲れ様でした。はい、第1位です。ゼッケンナンバー44番、関谷真奈美プロ、228ポイントです。おめでとうございます。はい、もう本当にね、僕らしい結果で終わってしまったんですけども、本当この3日目、実はね、本当ちゃんと出てる魚こうかけて取ってしてたらね、いいとこ行ってたはずなんですよね。でもね、それがいいとこへ行かないっていうのはね、本当もう僕らしいですよね。こうすごいこうノーマルなパターンでこう攻めていってて、この出た魚を取る技術がね、やっぱしいつも言うてるように、僕にはあとちょっと足りないんですよね。だからこう難しいことを
しなくてもね、こう皆さんもこう考え方の中に置いてほしいのが、こう釣れなくなった釣れなくなったっていう湖でも、基本的なことを抑えて基本的な動作を繰り返していると、このすごいメンバーの中でこの順位にいてられるっていうことなんですよね。だから皆さんもね、あんまりいろんな情報に振り回されずに、こう自分なりに基本を抑えて自分の行っている湖でバス釣りを楽しんでみてください。そうするとね、結果的にその平均的な、釣りっていうのはね、楽しめるはずなんですよね。その平均的な釣りを覚えた後にちょっと勝負に行くとかね、そういう楽しみ方を一度試してみてください。はい、次回はね、引き続いてね、ワールドの第3戦、利根川戦の模様をお届けしたいと思うので、期待をして、お待ちください。それではまた、次号でお会いしましょう。さよなら。もう説明しようのないほど、このベテラン勢が全く同じ釣り方です、はい。そのただ僕が違うなと思ったのは、そのちょっと揺すったとか完璧止めていくために、あ、使ったのはヘビーダウンショット、はい、それも杭全部見える杭、うん、でそれを今回タングステン進化、はい、絶対に泥に埋めてやるぐらいの気持ちで、タングステン進化って鉛と違って真下にピュッと落ちてくれるんですよ、はいはい、だから杭をタイトにそっと落として真下に落ちてくれるんですよ、うん、そこでグソッと泥の中に刺しまして、突き刺してやるみたいな世界ですね。エリアはもう全て爪木と沼尾の間のワンド、はい、それはもう北浦っていうのはもう絶対的にこの時期に、うん、その1キロフィッシュの数が圧倒的に多いところですから、うん、やっぱり僕の地元の友達が団体で来てくれてヒューヒュー言ってくれたのが。